とにかくちょっと私今日は少し恥ずかしいなという思いもあるんですけれども、ちょうど2020年の1月、実は末日に私1月が誕生日、本当言うと今日なんです、1月9日に生まれまして、でですから1月の最後の日に会社を辞めるということで、テレビ朝日43年間の勤務を終えました。で今日はですね、いろんなお話をしたいと思うんですけれども、でこのニュースステーションをやりながら本当にたくさんの気づきを得ました。いわゆるスポーツの穴から社会を見る面白さというのに、最初にハンガリーの国際ジュニアの選手たちを見ながら気づいたんですけれども、日本と海外の文化やものの考え方の違いというものにも気づいたんですね。で当時ですね、これはスペインにいた藤木真由子さんです。シンクロナイズスイミングのスペインコーチとして彼女は行きました。そしたら9時から練習始めるわよと言っても、練習通りには誰も来ない、9時に間に合うように9時に家を出て車を運転していけばいいのよねっていうのが彼女たちの作法だったそうです。であと何度も何度もいわゆるリピートをしての練習っていうのはできない、こういう彼女の戸惑いっていうのを語られて、もう本当驚きました。しかしながらですね、スペインの選手たちにはスペインの選手たちの流儀があるんですよね。こう選手たちにインタビューするとこういうわけです。真由子さんは真由って言われてました。真由からは時間を回って早く水の中に入るように言われるけれど、なかなか守れないのよ、変えるのは大変、子供の時からのびのびやってきたから。マユは変えようとするけど、そんなのうまくいかないのって、まあこんな感じでね、私たちにも規律はあるけれど、でも規律の形が違うのって、こんな答えが返ってくるわけです。挙句の果てにはですね、アナ・タレスというコーチが、このコーチなかなか芸術的センスがあって素晴らしい才能を持ってるんですけれども、私たちが取材に行ってあんまりに暑くてブワーンってご覧のようにですね、服のままプールに飛び込んじゃいました。でも選手は全然そんなのも気にすることなく練習を続けてるわけで、もうこういうなんていうのかな、日本だったらありえないようなことがたくさんあるわけです。でしかしながら彼女たちも絶対に譲れないことがあるわけですね。これ見てください、独創性では絶対に負けない。これは2004年のアテネの時とその前後の世界選手権の時なんですけれども、ダリというのをテーマにしてました。ダリはご存知のように本当にスペインが誇る素晴らしいアーティストです。でこれ上の右側にあるチームフリーダリと書いてありますけど、ダリは目玉をよく描いたんですね。でこれ目玉のマークですよね。でそれからダリの絵の中には長い足の象だとか、まあ、奇妙奇烈なものが出てるんですけど、そういうものをこういう形で表現していくわけです。でまあ真由さん、藤木真由子さんは外国人なわけですけれども、そういう人が入ってくることによって彼女たちは自分たちの特徴を再認識して、でさらに自分たちに足りない、まあ、ジャポニカ種的なですね、ものを加えて躍進をしていく。もう本当にね、5位6位だったスペインチームがヒュルヒュルヒュルっと上がってきて世界2位になっちゃうわけです。でスペインシンクロのやり方というのを見ていますと、こうもう世界一自分たちでモニターを見てるんですよね。もうとにかくモニターばっかり見て、自分たちの演技どうしたらいいかって自分たちで考えて、そしてアイディアを自分たちで出して作り上げる。これ右側のなんか奇妙奇烈な奇妙な形ありますけど、これ虫さんみたいな形もこれ自分たちでこうやったらどうかしら、こう思うんだけどってこうみんなね自分たちでこう提案してやってるわけですよね。本当に驚きました。でまあ、真由さんが来て、まあ、本当に6位から3位、2位に上がってきて、時間通りには来るわ、30分前に集合して自主トレは始めるわ、で今日が乗ってくると23時過ぎまでガンガン自分たちで練習するわ、 で結局北京オリンピック2位になって、ローマの世界水泳ではフリーコンビネーション1位になり、チームで2位という素晴らしい成績を出すようになりました。
で、一方、ロシアではですね、このポクロフスカヤコーチというのが非常にまあ剛腕なんですけれども、この方、もうロシアといったらシンクロで世界ナンバーワンなんですけど、実はですね、この方、シンクロの経験、ご自分で全くないんです。で、バレエの経験者でいらして、それで新体操のコーチ、指導してらっしゃるの、この細い、細くて別人のようですが、これはもともとの若い時のポクロフスカヤコーチです。こうやって新体操の指導をしてらした。で、足は床で作るものよっていう、私にもパーンと言ってらっしゃいましたけれども、そういう部分があってですね、彼女はもう本当に水の中でのトレーニングよりも床の中でのトレーニングを重視するという形でやってらっしゃいました。もう大変な完璧主義者で、私はどんなに才能のある人よりも努力することができる選手を選びますと言っていました。で、次にですね、体の違いというのも感じました。これはですね、まあ、自分たちの特徴再認識というか、まあ、末継ぐ選手、まあ、100、200、200は得意なんですけれども、もともと難波的な走法なんですね。で、民族的に染みついた動きがあるはずということで、例えば餅つきであるとか相撲であるとか、これ見てください。その体が前の方向に倒れるようなのを利用して、これね、お水つけるときも、右足が前に行って、右の手で餅の水をつけてますよね。それから、この薙刀も、右足が前に行っていて、で、右手こういうふうについてますよね。要するに、お相撲さんもそうなんですけれども、右足が前に出るときには、体の上半身が前に行くような形になって、どっとこう前に行ってます。まあ、こういう難波走り、難所を走るときに、エッサー、オッサーということで、体重を利用して、やっているっていう形が、日本の選手にも利用できるということなんですね。で、身体的な特徴がそれぞれあるということで、これも番組で作ったんですけれども、黒人選手の場合には骨盤が前傾している、まあ、お尻がボーンと後ろに出ているわけですけれども、そういう人はこう前傾しているので、後ろに蹴ることがすごく強いんですね。で、これで黒人選手の後ろに蹴る力でスプリントなんか強いわけですけれども、日本人の場合には、これもちょっと大げさに書いてありますけれども、骨盤がどちらかというとまっすぐになっているというような形で、だから簡単に、足はもも上げは簡単にできるけれども、黒人はもも上げはこれすごい難しいんです。でも日本人はもも上げはすごく簡単にできるけれども、この骨盤の角度では後ろに蹴ることはすごく苦手というような、まあ、こういうこともあるわけですね。こういうふうに骨格の違いがいろいろある。ということで、私たちはやっぱり、いろんな体の特徴だとか考え方、それから生活の習慣、まあ、そういったものをしっかり見ていって、で、じゃあ自分たちがどうすれば、力が発揮できるのかということをやっていかなきゃいけないんだなというのをすごく思いました。だからヨーロッパで成功してるから、アメリカでこれがやってるからっていうので、すぐそれを持ってきていいのかっていうと、まずはちょっと自分たちをよく知らないといけないなと、そういうところを強く感じました。カルティベータ設立1周年記念セミナー、スポーツ子ども未来、2月の6日土曜日、13時から16時まで行います。ゲストは龍燕愛理さん、インクルーシブ講演についてお話しいただきます。さらには横浜スポーツ&カルチャークラブの理事長、吉野次郎さんが地域クラブが目指すものを語ってくださいます。モントリオールオリンピック女子バレー金メダリスト、矢野博美さんによる過去、現在、未来。さらにはシンクロナイズドスイミング元日本と中国代表のトレーナーとして活躍された浅岡義信さんの子どもの体力アップ魔法のメソード。そしてコーディネーターは私、宮島靖子が務めます。お申し込みは以下のサイトからお願いします。